自分の腎臓がどれくらい重症かを知っていますか？今回は腎臓に関するお話をします。糖尿病があると合併症という別の病気になる危険があります。腎臓が悪くなることもあり、腎臓に起こる合併症は特に重要な三大合併症と言われるものの一つになっています。その腎臓の状態がどれくらい重症なのか知りたくないですか？腎臓の重症度は4つの色に分ける方法がスタンダードなので、その方法を紹介しますね。慢性腎臓病って何？縦軸は腎臓がどれくらい働けるかで決まる。横軸は尿の中にタンパクがどれくらい出ているかで決まる。縦軸と横軸を組み合わせて重症度が色分けされる。色分けされたらどうしたらよいの順にお話しします。腎臓は大切な臓器です。腎臓がずっと元気ならいいのですが、悪くなることもあります。病気によって腎臓が悪くなるスピードは違います。そのうち長い時間をかけて腎臓が悪くなることを慢性腎臓病と言います。慢性腎臓病は英語ではクローニックキドニーディジーズと言います。その英語の頭文字を取って CKD ということもあります。長い時間がかかるので、途中で検査をするとすでにこれくらい進行しているというのがわかります。また尿の中にタンパクが出ているかどうかを調べることで、どれくらい腎臓が傷んできていて、どれくらいのスピードで今後進行していくというのもある程度予想できます。現在の腎臓の働きと腎臓の痛み具合の2つの見方を組み合わせることで、慢性腎臓病の重症度がわかります。糖尿病がある方は腎臓が痛みやすく、合併症のうちでも三大合併症の一つになっています。糖尿病の人は重症度を知ることで自分の慢性腎臓病の状況を理解しやすくなります。このチャプターのまとめです。糖尿病のある方は慢性腎臓病で腎臓の働きが落ちていきやすいですが、その重症度は検査で知ることができます。腎臓は様々な働きをしています。老廃物を尿として体の外に捨てる働き、血圧を調整する働き、水分を調整する働きなど、腎臓には生きていくのに必要な役割がたくさんあります。これらの働きが落ちてくると困ることが出てきます。老廃物が溜まってしまい、気分が悪くなったり、血圧が高くなったり、むくみが出てきたりします。腎臓がどれくらい働けるかは血液検査で調べることができます。血の中の老廃物を調べると腎臓の働きがわかります。具体的に言うと、クレアチニンという老廃物が血の中にどれくらいあるかを調べます。老廃物を捨てるのが難しくなると、このクレアチニンが血の中にたくさんある状態になります。さらにクレアチニンの濃さと年齢と性別を元に計算した eGFR はより腎臓の働きをよく表します。 eGFR については別に詳しく説明していますので、そちらもご覧ください。この eGFR の単位はミリリットルパーミニットパー 1.73 平方メートルという単位です。長い単位なので、今回は読み上げるときには省略しますね。eGFR 別に6段階に分けます。腎臓の働きが良い順に G1、G2、G3A、G3B、G4、G5 です。eGFR が90以上の場合は G1 で、腎臓の働きは正常または高値です。eGFR が60以上
90未満の場合は G2 で腎臓の働きは正常または軽度低下です。 eGFR が45以上、60未満の場合は G3A で腎臓の働きは軽度から中等度低下です。 eGFR が30以上、45未満の場合は G3B で腎臓の働きは中等度から高度低下です。 eGFR が30未満の場合は G4 で腎臓の働きは高度低下です。eGFR が15未満の場合は G5 で腎臓の働きは高度低下から末期腎不全です。このように腎臓の働きは eGFR 別に分かりやすく6段階に分かれています。このチャプターのまとめです。腎臓の働きは血の検査で分かる eGFR の数値別に6段階に分かれます。腎臓がどれくらい傷んでいるかは尿の検査で調べます。尿の中には通常タンパクは出てきません。糖尿病などで腎臓が傷むと尿の中にタンパクがいつも出てしまう状態になってしまいます。特に早い段階でタンパクを見つける検査があって、それはアルブミンを調べる検査です。アルブミンというのもタンパクの一種です。この尿アルブミン検査は糖尿病で腎臓が傷んでいるかどうかを早く見つけるためにとても役立ちます。尿アルブミンの検査はいくつか見る方法がありますが、通院で一般的に行うことが多いのは尿アルブミンと尿クレアチニンの比を見る検査です。この方法だと1回尿を出すだけである程度正確にわかります。この尿アルブミンクレアチニン比の単位はミリグラムパーグラムクレアチニンです。この数値によって3段階に分かれます。アルブミンクレアチニン比が小さい順に A1、A2、A3 です。尿アルブミンクレアチニン比が 30mg パーグラムクレアチニンより小さい場合は正常で A1 の段階です。尿アルブミンクレアチニン比が 30mg パーグラムクレアチニン以上、300未満だと微量アルブミン尿という第2段階の A2 に進んでいると判定します。尿アルブミンクレアチニン比が 300mg パーグラムクレアチニン以上の場合は顕性アルブミン尿という第3段階の A3 まで進んでいると判定します。このように尿の検査をして3つのうちどの段階かを決めます。このチャプターのまとめです。尿の検査で尿アルブミンクレアチニン比を調べて腎臓が傷んでいるかどうかを3段階に分けます。腎臓の重症度を色分けします。血の検査で分かる eGFR の数値別に6段階に分けたものを縦軸にします。尿の検査で調べた尿アルブミンクレアチニン比によって3段階に分けたものを横軸にします。するとこの表のようになります。緑色、黄色、オレンジ色、赤色の4色に色分けされていますね。表の見方を説明します。例えば縦軸、腎臓の働きを見る eGFR が50の場合はどうでしょう。縦軸の3段階目の G3A になりますので、この段ですね。次に横軸です。横軸は尿アルブミンクレアチニン比によって分かれています。尿アルブミンクレアチニン比が 120mg パーグラムクレアチニンだとどうでしょう。真ん中のこの列を見ます。さっきの3段目とこの真ん中の列の交わるところの色を見ます。オレンジ色ですね。こんな風にして縦軸と横軸から重症度を見ていきます。緑色を基準に黄色、オレンジ色、赤色の順に危険が増します。
何の危険かというと、命を失うリスク、心血管の病気で命を失うリスク、末期腎不全になるリスクです。色分けで赤に近づくと腎臓だけに収まらず全身に危険が及ぶということです。このチャプターのまとめです。縦軸は eGFR の6段階、横軸は尿アルブミンクレアチニン比の3段階、これらを組み合わせて重症度を緑色、黄色、オレンジ色、赤色に分けます。重症度を緑色、黄色、オレンジ色、赤色に分けた後はどうしたらよいか説明します。緑色なら特にすることはありません。これまで通り重症度を上げないような治療、血糖コントロール、血圧コントロールなどを行いながら、定期的に eGFR、アルブミン尿のチェックをしていけば良いです。黄色になると少し変わってきます。心臓などの血管の病気が進んでいないかのチェックをお勧めします。また通院の間隔が長くなっている場合は、その間隔を短くしてこまめにチェックすることが必要になってくることもあります。治療内容の見直しもこまめにしてもらった方が良くなります。治療内容では血糖や血圧の管理の重要性がより高くなります。オレンジ色はさらに危険性が高い状態です。通院の間隔、血管系の病気の確認をこまめにしておくことをお勧めします。検査の頻度などをより短くするのも良い方法です。検査の項目もこれまでのものだけでなく、貧血のチェック、カリウムのチェックなども大切になってきます。赤色は最も危険性が高い状態です。血管系の病気の確認は必ずしておいた方が良いですし、一度だけでなく数ヶ月おきにチェックが必要になる場合もあります。血糖管理や血圧管理、腎機能低下の症状のチェックも最も重要な状態です。腎臓や血管を守るためにできることは全て行っていく方が良い状態です。食事の見直しが必要になることも少なくありません。赤色の場合は腎臓専門医の診療が必要になることも多いです。腎臓を守るには糖尿病を見ている医師だけでなく、腎臓専門医の持つ最新の知識と豊富な経験に頼った方が良い場合があります。このチャプターのまとめです。緑色、黄色、オレンジ色、赤色と進むのに従って、腎臓や血管の状態のチェック、血糖、血圧などの治療内容の見直しをより頻繁に行っていく方がよく、腎臓専門医の知識や経験が必要になる場面も増えていきます。まとめです。糖尿病のある方は慢性腎臓病で腎臓の働きが落ちていきやすいですが、その重症度は検査で知ることができます。腎臓の働きは血の検査でわかるeGFR の数値別に6段階に分かれます。尿の検査で尿アルブミンクレアチニン比を調べて腎臓が傷んでいるかどうかを3段階に分けます。縦軸は eGFR の6段階、横軸は尿アルブミンクレアチニン比の3段階、これらを組み合わせて重症度を緑色、黄色、オレンジ色、赤色に分けます。緑色、黄色、オレンジ色、赤色と進むのに従って、腎臓や血管のチェック、血糖、血圧などの治療内容の見直しをより頻繁に行っていく方がよく、腎臓専門医の知識や経験が必要になる場面も増えていきます。以上です。慎重に作っておりますが、内容が皆様の状況に当てはまるかどうかを目の前の医療スタッフの方々に確認していただけますと幸いです。このチャンネルでは糖尿病に関するお話を分かりやすく伝えていきます。糖尿病で困ることが減るように一緒に知識を増やしていきましょう。トウスケと一緒にレベルアップ。